プラス A をご覧の皆様、斬撃戦国バサラ豊臣滅亡に出演いたします伊達政宗役の武志直樹です。そうですね、10周年ということで、歴史で言ったら、ね、10年ってやっぱすごい歴だと思うので、その中でたくさんのファンの方がいると思いますし、今まで出演していた方々もたくさん愛を注いできた作品だと思いますので、僕も伊達政宗の名に恥じぬように、全力でやらせていただきたいと思っております。そうですね、やっぱすごくかっこいい、僕の伊達政宗の、衣装は結構シンプルなんですけれども、そのシンプルの中にこう繊細な派手さが あって、それがこう伊達政宗のなんかこう真のなんか心に燃える熱意みたいのを表してるんじゃないかなという、そういう風に見えました。そうですね、結構重くて、もしかしたら盾の稽古でつまずいてしまうかもしれないんですけれども、そうならないように今から筋トレをして、しっかり、稽古に臨めるようにしていきたいなと思ってます。でもそうですね、また共演したこともない方々もいますし、共演してる方も半分くらいいるので、その今作は、石田三成が、主演なので、石田三成のストーリーを楽しみながら、でも自分たち の総区が入れ替わったので、新しい存在感をどれくらい出せるかっていうのはすごく楽しみでございます。ご飯食べる時ですかね、ご飯大好きなんで、もう本当に美味しいご飯を食べているときはめちゃめちゃ幸せで、自分にとってのプラスアルファだと思います。白子ですね最近一回白子にハマってからすごい白子好きになっちゃって、あんま高いから食べれないんですけど、ちょっとねご褒美とかで自分になんか ご褒美があるときは食べに行ったりとかはします。たくさんの方々に愛されているこの斬撃戦国バサラ、このシリーズで伊達政宗を演じれる喜びを、しっかりかみしめながら、舞台上で皆さん素敵なステージをお届けできるよう、精一杯頑張らさせていただきますので、どうか、応援よろしくお願いいたします。